インスタグラマーフォトグラファーの鶴岡優子です。今日はこちらスリックのマルチポット 3x4 のご紹介をいたします。なんとこちらの商品、これを広げて三脚として使ったり、これを取り外して自撮り棒として使ったり、いろいろな使い方ができるそうです。それではこちらスタンドポットの使い方からご紹介します。足を開いて伸ばします。足を開いて伸ばしていくと、はい、立ちました。はい、それではこのように開いてスマートフォンを取り付けます。よいしょ、来ました。はい、このように立てることができます。はい、こちらなんと下の部分を外して自撮り棒にしたり、下の部分だけにしてテーブルの上だけでの三脚としても使えるそうです。3つの機材で4通りの使い方ができるこちらのスリックのマルチポット 3x4、 ぜひお試しください。